第1回、ティナのメイン武器は本当に操縦コンなのだろうか。よいしょよいしょ。さあ始まりました、突然始まったこの企画。ティナさんはね、モンハンの配信を何度かやっていますけどね、そのたんびに言われること、いいえ、珍獣のメイン武器は弓です。これに私はね、怒りを覚えています。そう、怒りを覚えてるんですよ。昔から僕はモンハン4の頃からね、ゴアマガラの操縦コン、エイムオブトリックとかね、使ってきたわけですよ。なんか悪評が広まってそうなんやけど、モンハン4の時から僕は操縦コンを使っていたんです。で、モンハンの生放送とかして、いざ見してみたら、あら不思議、弓の方が強い。これには私、怒りを覚えざるを得ません。私のメインは昔から古き良き操縦コンを使ってるはずなんですよ。なので他の武器が操縦コンより弱くなってしまうことなどありえない。それを今回証明するためには皆さんに見てもらう方がいい。プレイをね、自分の操縦コンの使い方とかを見てもらう方がいいと思って、今回はね、動画にすることにしました。で、とある一体を借り、そのタイムとか立ち回りを見て競う。いつもオフでやってるからなんですよ、きっと。操縦コンがへたれてしまうのとか、他の武器が強いとか、そんなことはないです。きっとこれには深いわけがあるんですよ。僕が今回使う武器としましては、操縦コン、弓、スラッシュワックス、片手剣の4つで競おうと思っています。その中で操縦コンが一番立ち回りが上手であることを証明したいというわけで今回撮ります。何をするのかっていうと、エスピナスを倒します。簡単に言えば、はい。まあ基本ルールとかちょっとね、もうテロップで出しとくわ。はい、エスピナスを倒す速度を競おうかなと。ある程度はね、許容しようと思います。例えばさ、10秒20秒だったらさ、初期位置とかさ、モーションとかでね、ちょっと変わってくるから、絶対そこは許容するとしましょう。はい。で、でもですよ、1分とか、まあ1分はまあともかく3分とか4分5分の差がついてしまったら、ちょっとあまりにもね、操縦コンを使うにはふさわしくないみたいになっちゃうんで、圧倒的な操縦コンの違いを、操縦コンの時にはやっぱティラさん、メイン武器はティラさんね、操縦コンなんだなっていうのをね、皆さんに お見せしたいと思います。まあね、ちょっとね、説明してるようにね、見せてた方が早いんでね、ちょっと今回は集中して狩りをします。あえて動画にするっていうこと、一発勝負ってことはね、変わってくるよね。そう、いつもオフでやってる分には確かに緊張感がないんだよ。撮ってる時の緊張感のままプレイしたらどうなるかっていうのはね、それをね、大事だと思う。よし、じゃあやっていこう。よし、行こう。操縦コンでいきます。メイン武器なんでね、まずはメイン武器。この武器が、まあこの武器で出したタイムが今からの基準になってくるから、操縦コンで不甲斐ないプレイはできないね。いやー、ちょっと緊張するな。で、しかも今回はまあ先ほど概要欄のとこには書いたと思うけど、あえて狩猟を目指すんで、まあ下手なね、捕獲とかはできないんでね、ちゃんと狩る時のタイムを競うことになります。いやー、ちょっと緊張すんな。でも操縦コンが一番メインであることをちょっと見せつけはしたいけどね。じゃあエスピナス寝てるんで、上から行きましょう。いっとー。幸先悪る。よし、行こう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 。いや、ちょっと待って、緊張する。操縦コンが一番であることを見せないと。うわっ、やばい、嫌な予感がする。いや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 、全然取り返せるから、ここから。まあ、方向2回は許容範囲みたいなもんですよ。あとね、あんまり喋らないと思う。ノーカットでお送りしたいしね。ノーカットでお送りしますね、立ち回りとかは。これが記録に残るからね。だから映ったりでもしたら笑えない話になってくるんですよ。
落ちたりでもしたらそれが今日記録に残る。一発勝負、一発勝負よ、一発勝負だからね。本当に取り直しとかしないからね、これノーカットでやるからね。今回のチャレンジはノーカットかつ一発撮りっていう、総中間一番いい結果にするとかそういうことしないから俺。よし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 、3色取っていって炎かわして、食らう、食らわなかった、危ね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 。総中高でマストのタイムを出すぞ。よし、まずやってくれたね。よし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 、いいよ。さあそろそろね、 HP がね、もうエスピナスいいとこじゃない。確かにさ、僕そんなうまいかっていうとうまくはないけどうまくはねえけど、水準ぐらいのねことはできるよっていうのを皆さんにお見せしたい。あくまで総中華はメイン武器ということでね。え、乗っちゃったの。おーい、どこ行くんだよ。連れ去るな連れ去るな連れ去るな、勝手に。あーあーあーあああ、もうめちゃくちゃや。ちょっとどこ連れてくんだマジかよ、どこ連れてくんだよお前。よしよしよし、まあ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 、でも全然こんなん誤差範囲よ。いかに自分の攻撃で相手を削るかだからね、大事なのは。怖っ正直取りながらやるっていうのがね新鮮だからな、怖いな。 いつも通りのプレイができればいいんだよ。いつも通りのプレイ、いつも通りのプレイ、相手のモーション見て隙に対して攻撃を合わせる。いつも通り、いつも通りのプレイでいいんだ。俺はいつも通りでいいんだ。いつも通り、いつも通り、いつも通り、いつも通り。5分ぐらい出したいな。狩猟ってなるとどうなるんだろう。あ、やばい、危ねえ。よし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 、怖い、うわー、やばい。この辺りは食らうわけねえがね、さすがに。ちゃんと見てから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 、ちゃんとした記録を出そう。だからこういうチキンプレイになった時に自分がどれぐらいの立ち回りになるかっていうのが大事だよな。まあ、ある意味配信と同じだからね、見られてるわけだから、プレイを。よし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 、これはでかい、これでかいな、でかい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 、麻痺にもした。これはでかい、これは熱い、これはね、でかいチャンスをもらってるね。総中魂が一番になれとね、神は言ってるわ。総中魂が1位になるんだと神が言ってます。よし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 、いいよ。よしよしよし、余計出てる、余計出るよ。そのファイヤーはチャンス。まい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 、よしよしよし、分かってる分かってる、分かっていればね。さあそろそろちょっと入ってほしいな、青ライン。いや切れ味は青なんだけどさ、切れ味青じゃ意味ないんだよ。よし、弱りが見えるよ。今こそ捕獲の時って言ってることはあともう少しだね。よし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 、避けて、空中で避けて。いや切れ味ね、ちょっと気になるんだけど、もうラッシュでここでもう仕留めてしまった方が早いんじゃねえかな、切れ味するより。ここで終わらせたい、もうこの転倒で終わらせたいな。オラ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 、さっさと倒れな。総中魂がメインなんだ、クソ。まだか、まだか、うわ、総中魂がメインなのに。いけいけいけ、ゴリ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 寄せる、ゴリ寄せる、ゴリ寄せる。ああ、はい、かい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 、オラオラオラ、はよ、よし。どんな、6分28です。まあ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 、水準ぐらい出したかな。まあまあまあ、水準かなって感じ。うん。
まあ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 、まあ、取りながらね6分28ならね、まあ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 って感じですよ。うん、オッケー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 、まあ、6分だから大丈夫やと思うけどな。さあ始まりましたね、カタレ剣の修行です。どうなんだろうな、カタレ剣は、まあ、使ってないわけではないけど、なんか友人とやるときにちょっとお遊びで使うみたいな、そういうレベルだからできるかっていうと微妙なとこだな。だから上手いわけではない、決して。だからカタレ剣は回避性能を積んでるタイプなんですよ今回は。スキルちょっとね、ちょっと出しとくわ。で、まあ、このスタッツセットの場合、いかにうまいこと回避していくか、密着状態を作れると強いよねって話ですね。さあ、それを作れるかどうか、だけどね。もう最初からね、外して方向にも食らっているっていう最悪の状況です。方向がね、食らっております。とてもではないんですが、カタレ剣はいいタイムが出る気がしません。雰囲気で使ってるからな。で、取るときでやっぱ別の緊張感あるって。カタレ剣はね、こう密着しちゃう関係上、相手が何をしてるのか分かんないのがきついな。雰囲気でこうやるけど、いや、うまい人は本当に密着して戦うからね。落としが、よし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 、いいぞ、気絶もと、も気絶取っていく。よし、いいよ。だから、カタレ剣のちゃんとしたコンボとか分かってない雰囲気で使ってるからな。あー、やっちゃった。うわ、何してんの？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 緊張が。緊張が手元を狂わせる、マジで。マジで緊張が手元を狂わせる。落ち着け、落ち着け。動画撮ってる時でなんでそんな違うの？いつものプレイができないんだけど。生放送とかさ、動画の時ってね、なんか知らんけどマジでね、感覚変になるな。あんなん絶対しないの、あんなミスとか絶対しないのに。焦らない、焦らない、機会を伺うにゃ。そういうことよ。今回は乗らなかったね。よし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 。テカステカス。あ、マジで？これ当たんの？うっ。うわぁ。あ、やべ、やべえぞ、まさか。いやいやいや、おお、盟友の助けあってこそか。いや、盟友はやっぱいいよ。あたってない攻撃や。あー、逃げちゃった。使用時間をね、できるだけ短くするために、急げ急げ。いやー、これは6分以上かかるで、さすがに。
立ち回りができてねえもん。お、罠あるね。使わない手はないんだが、使わない手はない。ん、これで入ってないの？どういうことなのこれは。よし入った、よし、いいよ。よし、いいよ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 。そろそろね、入ってほしいとこではあるけどな。ああ、マジで。閃光玉使うの？閃光玉使うとそうやって暴れちゃうからあんま好きじゃないんだけど。いやー、そろそろ入ってほしいな。一気に攻めたか、一気稼い。いいよ。いや、でもかかってる気がすんな。だってちゃんと攻撃当てれてねえもんな。あ、やべ、やべえわ。ちょ。だいぶかかってるな。いや、だいぶ論外レベルでかかってるような気がするんだけど俺。いや、やってて思うんだけど論外レベルでかかってないか時間。ああ、やべ、来る。よし、弱ってんね。弱ってるとこまで行ったよ。さあ急いで攻めたいところ。語る剣、趣味レベルで使っている語る剣、どれほどの成果を出せるか。罠置いてくれたんだね。いや、でも攻めた方がいいよここは。ああ、くっ、これはバカみたいにかかってくれるから今だ。いけそろそろ終わるはず。そろそろ終わるはずだ。おお、どうだ。さあ、片桐さん、行ったよ。30秒。ドベドベドベ。これはドベ候補まであるぞ。まあ、撮ってる途中になんか もっとね、ちゃんと当てれんだけどね。8分35はかかりすぎだな。さあ始まりました、スラッシュアックスの部。スラッシュアックスはね、友人が得意とする武器の一つですね。僕はね、まあその理論上あまり使えることではないんですけど、ライズの時かな、モンハンライズ、だからサンブレイクじゃない時にちょっとやってたっていうぐらい、本当にちょっとだから。なんか雰囲気でさ、高速変形ってあるんですけど、スラッシュアックスには。それを連打してたっていうレベルのクソ雑魚です。だから、総中根が負けるわけはないと思う。総中根にかかる気がするよ。正直。
まあ、しかも取ってるっていう補正もあるからね。さあ、今回はね、スラッシュアックス、ノーカットでお送りしますけど、どんな戦いになるんでしょうか。いやー、取ってるっていうのはやっぱプレッシャーになるな。いつも以上に弱い気がするわ。よし、行くぞ。いざ、うわ、1、2、いけいけいけ、スラッシュアックス、スラッシュアックスでどれくらい戦えるか。避けろ、よし、スラッシュアックスは一発でね、どんだけ勝負できるかだよね。なだから一発一発が大事になってくる。体験みたいな感じで僕は扱ってるから、スラッシュアックスのことを。よし、いいよ。また総流始めちゃったよ。勝手にやっちゃうんだよな。まあ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 、いいでしょう。多めに見よう。いけ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 、よし、元気入ってんね。よし、いいよ。あ、何してんの。リロードしてる、リロードしてる、リロードしています、リロードしていましたよ私は今。敵の目の前でリロードするか普通。この2連切り派生にね、うまいこと持っていかないとね。よし、お、2回目まひゃ入ってね。いいよ、いい感じだよ、いい感じだぜ。いい感じの火力は出てる。まさか総中根を超えてしまうんじゃないだろうな。それだけはまあ避けたいな。総中根超えるのは避けたい。避けたいとは言ってもね、手は抜かないよプレイに。もちろんそれはフェアじゃないからね、そうしないと。マジでこれ当たんのかよ。やべ、突進だ。2回で終わった。お、季節で入るかもこれ。罠を仕掛けたときたか。よし、よし、リロードして。あー、ロンディーネの罠そこにあんのか。入っかなそれ。よし、いいよ。お、弱ってんね。倒した。どう？タイム、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 タイム。え、ちょっとこう。え、ちょっと待ってよ。ちょ待ってよ。総中根さ、氷属性。ねえねえ、氷属性なのよ。で、氷属性でわざわざ作って、装備セットもガチガチなのよ。これよ。
これだってさ、あれよ、雰囲気で作っただけのさ、スラッシュアックスよ、適当な。え ?5 本8。え、ソチュコンは一体どういうことになってるんだ、これは一体。え、エスピナスの弱い答えでも引いたか。あの、え、あ、え、あ、うん。いきます。いつも通り。いつも通りやるだけだからね。いつも通り、すべての武器で、やるだけ。弓もそれにそれをするだけです。いつも通りやりましょう。何分いくんだろう。取ってるっていうね、補正はね、デバフになってるからね。一応言っちゃえばどれぐらいになるかはちょっと自分も未知数。動画にするってなると、でノーカットでお送りするからね。これはだから、どんな事故があってもたとえ落ちてもそれは1回として数える。でも全力でやるよ。やるからには。あれ幸先悪っ。幸先悪いな。幸先が悪かったな、スタートの突進からか。突進から。なんかでかくない、このエスピナス。そうでしたか。おっと倒した。さあどうだ、タイム、タイム、タイム。
総中根が6分、スラクが5分、弓4分。あのさ、正直弱点部位ちゃんと狙えてないなと思ってたのよ、自分。あ、外すなって、結構外してんなって思ってたんよ。でもあれやな、4分この記録を見てしまうとやっぱり弓やな。弓の呪縛から俺は逃れられへんのか。取ったとしてのプレッシャーをしてもなお4分かかるの、4分でいけちゃうのか。ということで、第1回ティラの本ね、メイン武器は弓、決まってしまいました。その次にスラッシュアックスということになりますね。総中根は一体どこに行ったの。さすがは高き炎だ。